予報センターから熱帯低気圧に関する情報をお伝えします。今日台風19号が発生しましたが、また新たに明日にかけて台風が発生する可能性があります。衛星画像を見ていきます。フィリピンの東の海上にありますこちらの渦を巻いた雲が台風19号、そしてもう一つこの雲の塊、こちらが熱帯低気圧の雲になります。この熱帯低気圧が今後発達して台風になる可能性があります。この後の予想進路を見ていきますと、熱帯低気圧は今日29日の9時現在、ミンダナオ島のはるか東の海上、カロリーン諸島の近海にあって、時速約30キロで西へと進んでいます。今後この熱帯低気圧は北西へと進み、明日30日の朝9時には台風になる可能性があります。その後台風に変わった後もこの熱帯低気圧から変わる台風は西寄りに進み、3日火曜日にはフィリピンのルソン島の東の海上に進むと予想されています。まだこの熱帯低気圧、そして熱帯低気圧から変わる台風の予報円は大きくなっていますので、今後の進路の変化に注意をしてください。以上、予報センターから熱帯低気圧に関する情報をお伝えしました。